話してやってください。友人だと？それじゃ友人の名を言ってみろ。嘘つくんじゃねえ。おめえも豚箱に入りてえのか。ああ嘘のらよ。聞いていいか、わからんのだ。なんだってこんなことをする。この行為にどんな意味があるって言うんだ。意味なんてねえ。スカッとするから捨てるだけなんだよ、このボケ。右の方に鼻くそつけられたら左の方にも。手に乗るんじゃない、このポリコが。あんがこいつ抵抗する気か。撃ってみろ。だが覚悟がいるぜ。激鉄を起こした瞬間、てめえの指をへし折る。マッチみてえにな。この距離でか。もう天ぶっ飛ばしてやるぜ。その時俺には彼の体が少し光ったように見えた。どんなマジックを使ったのか。ぶっ飛んだ線は圧倒的パワーでポリコーの指を完全にへし折り、肉を弾き飛ばした。思わずカッとなってまたやっちまった。ジョータロ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 。やかましい。鬱陶しいぞこのアーマー。はーい。ほうほう、一年坊にしてはタッパーあるっちゃけどな、そんな生意気な格好する前にまずはわしらに挨拶がいるんじゃ。ちょっと爬虫類って苦手で怖いです。出るな。何にやついてんけ。ごめんなさい、知りませんでした。先輩、知りませんでしたと言って最後に見かけたのが病院だったってやつは何人もいるぜ。てめえもこの亀のようにしてやろうか、こら！最低。今日のところは勘弁してやる。その学ランとボンタンを脱いで置いてきな。それと銭もだ。はい、すみませんでした。目つけられるのが嫌ならあんな格好するなってことだ。逆にムカつくのは亀をあんな風にされて怒らねえあいつの方だ。おい腰抜け、貴様の名前聞いとくか。はい、一年 B 組東方丈介です。え、何、東方丈介。丈に丈か。丈介、今日からてめえを丈々って呼んでやるぜ。はあ、どうもありがとうございます。いいからさっさと脱がんかい。バスが来そったろが。ちんたらしてっと、そのアトムみてえな頭も刈り上げっと。俺はどうした、早くせい。おい先輩、あんた今俺のこの頭のことなんつった。なに、サンド。俺の頭にケチつけてムカつかせたやつは何者だろうと許さねえ。このヘアスタイルがサザエさんみてえだとは。えっ、そんなこと誰も言って。確かに聞いたぞこれ。なんだ、不良が勝手に吹っ飛んだ。今確かに何らかのスタンドが背後から現れた。あれ、あのカメ傷が。なんだ、今殴られた傷がどんどん治っていく。もう治っちまったぞ。でもなんか変な感じに治ってないか。なんか前の顔と違うぞ。え、嘘、どうなってんの。なあてめえのおかげで触りたくもねえのに亀に触っちまったぜ。そっちの方はどうしてくれるんだ。待って、俺の鼻どうなったの。やれやれ、こいつが。
この町では油断しちゃダメだよ。すみません、チョコレートとピスタチオを2段で1つ。お、お2つ。はいよ。もう死にたいわ。クソクソ。ジョリンだったっけ。見られたって何まで始まる言葉で。ああ、マスター、つまりベーション。ちょっと待ってよ。留置係に一人エッチを。留置係に。窓の鉄格子の形見てたらなんかムラムラって。だから誘致係いるじゃない。彼が嘘って。ちょっとしたハンサムガイだろ。オーマイガー、待ってたのよ。飛びたいよ。パンティーよ、どこまで下ろしてたの。ちょっとそこまで聞く。決してもう一人エッチはやれない。さあどうだか。エッチな気分になれるんだ。うるせえぞ鼻くそ。てめえだってやるだろうが。お前らよりは一人エッチはこっそりやるのに。かける？どっちが持つか。バーカ！ってどうやって証明するんだ？左手薬指の関節でわかる。で、ここに捕まったでしょ。薬指がプロっぽいもん。お前日系か。面白いやつだな。何やったの？無実よ。